でもなんかいい感じだね。温度とかわからんねんけど、あーでもなんかいい感じかも。あー怖い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 、味噌が入ってるからな。まあ2割か入れるて、なんかいい感じだね。いいね。何分ぐらい揚げたら食えるのかな。これ全部つけとかないと次食えないよね。できました。こんな感じです。どうでしょうか。もうねカチカチの殻が食えるかどうかっていうのが最大のポイントなんですけどもね、まあ、これほぼ素揚げね、片栗粉ちょっと固めに振っただけなんで、まあ、塩ぐらい振らせてもらいましょうかね。じゃあね行ってみたいと思います。このカチカチのねヒゲが食えるかどうかっていうね、いきます。食える。いきましたよ。うまい。うん。ここ一番硬くて怪我しそうなぐらいね、この硬いとこね食えますね。うん。うん、味噌、もっとねじっくり揚げてもいいかもしれないけど十分いけますよ。うん、今度お尻からいきましょうかね。うんうん、うん、頭よりもねヒゲとか足の方がうまいかもしれないですね。うん、第2弾やっぱり両面に片栗粉振った方がいいね。片栗粉ついてる面の方が印象がすごくいいです。手抜きもほどほどにねということで、うん、うん、細いやつね。